はい、どうも、そうでございます。本日はですね、メルヘン的な解釈をすれば、雪ミクがね、登場の日にね、なんか天から氷が降り注いでるんですけど、ちょっとこの年になってくると雪ってクソうざいですよねってところから、始まる列車動画でございます。それでは、今回はですね、初音ミクじゃねえな、雪ミクの方だな、雪ミクの評価をね行ってから、雪ミク出るまでみたいな方を先に撮ってあるんで、そちら流そうかなと、思うんですが、性能だよね。イベントの解説もしよっかな。本当に内容がないんでね、このままバレンタインまでこれ何もやることないんで、マジで覚悟しといた方がいいかもしれないです。14日までだったかな、17かな、ガチャが17だってイベントが14とかだった気がするんだけど、とりあえず性能ですね、こちらが雪ミクになってますと、今年仕様のですね、今年で10年目というところなんですけど、本家の方がで、見る限り今そんな強くないですよね。これ見てなんか超強いじゃんって、初見なったんですけど、なんかよく見てみるとそうでもないなっていうのがまず根本としてあってですよ。でドライバー強いですね。だから超強いかって言われるとそうでもないって気がある。ドライブがなんか全体バリアと水属性ね、水属性に全体バリアと、1525即時回復でダメージ付きで、リーダーバフが2桁ですよね。スキルチャージ速度が 12% ってなってるんですけど、水属性限定の補助型ってことですね。で、僕が評価できるかなと思っている点はですね、このあれだな、このあれだなじゃなくて、水属性って限定されてる点が、ここが逆に強いなって思ってます。なぜかというと、ノーマルスキルの方だけ見ると、効果とか、あとは速度系だと、スキルゲージプラス16、スキルゲージプラス16だ、これ思い出した、これ違うわ、違う、このスキルはあれだ、ほのかと一緒だ、ピュッて溜まるやつだ。スキルゲージ速度じゃなくてゲージが溜まるから、ピュッてちょっとだけですね、これ16%ピュッて上がるやつ。クリティカルと攻撃力プラス1200、まずはそうね、チャージ量とかじゃないから、メジャーな速度上昇とチャージ量上昇に、重複できるで点と、水属性に優先されて上がるんで、そもそもタゲが違うっていうね。他のさ、水属性の最も攻撃力が高いでね。だからメルポメネと一緒に使った場合ですよ。これワールドボスとかね。メルポメネとかパンティオンとかは、攻撃力が高い、味方に行くんで、水属性を攻撃力低くしておけばターゲットが違くなるんで、わかりますよね、言ってること。ってなると、同じ効果なんだけど、別々のターゲットで一気に効果を得られるよっていうね。だから5体アタッカーがいた時に、水属性はこいつに、このスノーフォールがかかって、本当に攻撃力がその中で一番高い味方に、パンテオンのバフがかかるよみたいなイメージになるんで、意図的に、ターゲットがそらせられる、バフを持ってるよって点で、クロトメは強いけど汎用性は低めってキャラですね。可愛いんで引いてみたらいかがでしょうかってとこなんですけど、そんな人権になるかなって言われるとそうでもなさそうな、キャラになってます。これは今後に期待ですね。実際今試せる環境がないんで、火属性のラグナブレイクとか来たら使ってみようかなっていうね、性能になってます。そして我々は、来たるバレンタインとかいうよくわかんないイベントまでに、何をするのかっていうと、雪ミクのこの収集イベントで1900クリスタル。そしてこっちだよね。こっちが荒れてるよね。20%。10回目の周回報酬、雪ミクダイス星5召喚チケット。みんな 50% で召喚できると思ってたと思うんですけど、こっちは 20% ですね。20% の確率で雪ミクが、出る。チケットがもらえますと。ほぼ出ないみたいなね。で、ベニーシーも来てるんだけど、これは 30%。1体確定で 30%。実質これ10分の1すれば 3% みたいな感じですね。ちょっとその理論はよくわかんないかもしれないですけど。
まあまあまあって感じです。まああとはイベントは来てないと思うんで、まあ言いたいことは分かると思います。なコラボにしては地味っていうね、うん、まあそこはね、うん、まあCということでね、やっていきましょうか。じゃあガチャの方見ていきましょう。はい、それでは、ガチャを別撮りで撮ってます。まあ、10連目、まあ、これさ、ほんと毎回言うけどガチャ動画って何言えばいいかわからないからさ、ちょっと雑談を挟みながらね、喋っていこうかなと思います。まあ出る気配もなくですね、まあ最近このね、安い方のクリスタル700と1400だっけ、まあ、そっからめっちゃ出るんですよ実は。まあ、なんでまあもう出ないでしょうね今回はって言ってると出るやつね、うん。まあ、ただ、まあ、本当に最近なんか運が良いので、まあ、ちょっとね、まあ、私ガチャの確率収束論をね支持しているものなんで、まあ今回は出てもな、まあ、2週目ぐらいかなと思って、まあでもあの確定枠がおい出ろよ、そう出る流れやないですか。まあ、確定枠が 50% ですね、6ステップ目の、うん、で2週目からは3ステップから始まるのかなってなると、まあステップガチャは本当に有用ですよね。てかなんかそう、ステップガチャにするとなんか無理みたいに、ステップガチャにすると引けないみたいに言ってる無課金の人いるけど、結構やばい発想ですよね。だって最初安いしさ、なんか毎回批判みたいになるけど、本当になんかやばい人多すぎって感じですよね。あの春になるとやばい人って結構出てくるんですけど、まあ、やっぱり人間ってね、やばい人ってね一年中いますよねっていうね。あのスキヤでね、あの氷投げてるやつもいましたからね、あれマジでウケますよね。あれねすごいよね。おっ、あー、いや一瞬うわーってなったけど、ミダスはマジで使える、うん、これ結構使えるから、読みの花の時にいつも入れてたわ。そういえばミダス、そうミダス欲しかったんだよね、まあ、後付けのように欲しかったと言っていくんですけど、ミダスマジで強いですね、ワールドボスで。本当に突数足りてなくてね、使えないんですよね、パンテオンもミダスも未だに。だちょっとね、前進したんじゃないかな、ミダスをゲットしたということは、ベルセポネからの解放の時も近いのかもしれません。そうで、やばい人つながりで、もう一個ね、あるある話みたいのがあって、で、今度ね、明日か、そう、雑談動画あげるって言ったんだけど、あげてなくて、ツイッターで告知したんだけど、まあ、それがちょっと多分明日上がります。で、なんかこんな感じのこと喋るんで、みたいな、まあ、告知動画として、今また喋っていくんですけど、うん。まあ、ちょっと続きね、言い足りないことがあって、明日上がる動画ね、まあ、日常の何なんみたいのをね、掘り下げてよくわからず喋っていくっていうね、うん、雑談だったんですけど、まあ、よくわかんなかったっすね、ただあの動画で。あれですね、あのカップルのなんかカップルがいるじゃないですか、街中には。なんであれ駅のさ、なんかボコッとしたとこわかります？柱とかさ、柵とか、あのポコッとしたね四角い空間があればすぐなんか抱き合ってチューし始めて、なんか頭撫でてますよね、男子の方が、男の方が。あれ何なんすかね、あのなんかあるんですかね、あの柱とかには。引き寄せの法則じゃないですけど、あそこに。でなんか友人 A によると、まあ、あそこはカップルが集まる、まあ、ある一定の知能数が低い、これはあの悪口じゃないですよ、知能が低めのカップルに反応する周波数や電波が柱から出ていることによってあそこに集まりやすいっていうね、まあこれ本当にあの何の根拠もない、研究も何もないことなんですけど、まあそんなことが言われてましたと。まああれマジですごいっすよね、あの、まあ、外人がやるとさ綺麗に見えるじゃないですか、日本人がやると割と不潔ですよね。いや、いい愛の形だと思うんですけどね。まあ、そこは。まあ、人それぞれだと思うんですけど、まあなんか美男美女ではないですよね。あそこにいる人たちって絶対に。なんなんすかね、あれ。そんなに好きかって思ってさ。そんな好きみたいな。柱でさ。しかも別になんかその、柱のとこに寄っかかってなんかチューしてるけど、別にあの柱側のね、まあ、四角い四角があるじゃないですか。四角いは形の方で、四角は目の方ですよ。四角い四角だったとしたらさ、その、
柱のね一つの面のところしか人の目が行き届かないだけで、あの3つ分の目のところはね、あのもう丸裸ですから、あなたたちのプライベート空間だと思ってんのか分かんないですけど、その柱で遮られてんの一面だけなんじゃっていう、すごい丸見えなんです、そこはよってね思いますよね。皆さんは気をつけてくださいね。まあ、あれ何なんですかね、なんかどうなんだろうあれなんか特段悪いことしてないけど、なんか気になる生態系ですよね。あれ結構気になりません？あれなんでこういうことになったんだろうみたいな。あれだってどこにでもいるじゃないですか。あれなんかどんな県にも存在するかなって思ってて、あの改札の前のなんか社長さんの車掌さんか、車掌さんがなんかいるカウンターみたいのがあるんですけど、そこの横にねボコッとね空間があってね、そこにもね前なんか毎週帰るたんび3回ぐらいは別のカップルがいるんですよね。そしてそんなにかっこよくもない彼氏がいて、いやあれは本当に気になるんで、ちょっとねあれに関してなんか、まあ、心理学僕は専攻してたんですけど、ちょっとあれに自信に来というか、あの生態系に詳しい方は、ぜひ列車のコメントなんてどうでもいいから、ぜひコメントしてみてくださいね。はい、というね、まあ、こんな感じで、雑談してるんで、よかったら見てほしいんだ。来た、これ来ただろ、嘘だろ、あ、そうか、これ確定枠だ、ポンポン引いてたわ。あのね、モアはね、あの、まあ、貫突してるんですよね。うん、使ってないですけど、モアが一番俺、あの、ラグナブレイクの報酬から一番出るチャイルドで、即貫突したキャラなんですよね、実は。まあ、何体ぐらい貫突してるか覚えてないんですけど、なんだっけ、使える星3キャラも使う可能性があるみたいな感じだったと思うんで、まあ、なんか残しといたらいいかなっていう、ね、とこはあります。リバースラビリンス怖えよな、つーか。この育成システムのまま、リバースラビリンスやったら、あ、来た！マジで引退者がね、続出しそうですよね。だってめっちゃめんどくさいっすよ、進化。はい、そういうことを言いたかったです。はい、1体出ました。これでね、いいかな。まあ、まあ、複数狙わなくていいかな。もうこれ記念です。ということでございました。あの、だよねだよね、あの、カラオケ版配布してくれないかな。歌おうかなと思ってて。ね。ちょっと生きて歌ってみようかなって。思ってます。はい、今回はなんか本当に雑談でしたけど、まあ、マジで、あの、情報がないんで、これだけです。マジでこれだけなんで、ぜひとも、初音ミク、かっこ、プリンセス雪ミクコラボかな、楽しんでみてはいかがでしょうかってね、まあ、なんか綺麗に終わった風です。はい。はい、謎のエンディングいきます。